姫、怖いものなどありません。二人一緒なら。共に参ります、王子。もしかして君は遭難した私を助けてくれた人だよね？違うわ。ずっと思っていた。もう一度会いたいって思ってたよ。これでどうだ。ここはパリ？なんか別のこと考えて気を紛らわさなきゃ。別のこと、別のこと。あ、やあ、ちなつちゃん。ユウ先輩、君は可愛いね。お化けが怖くて眠れないなんて。どうって。お化けなんかよりももっと俺のことを思い出していいよ。ドキュン。ああ、ロミオ、ロミオ、どうしてあなたはロミオなのですか？あなたがそう望むならば、私はもうロミオではない。あなたの恋人、それが私の名前。あなたの瞳の方がずっと怖い。どうか微笑んで。さあ、勉強しよう、倉橋さん。僕は、マキ・マキオ。よろしく。もったいないから活用した。すなー！ばっかじゃないの？あなたの髪は、砂糖菓子のようですね。妹のように思ってきたけど、もうすっかりレディーだね。待ってください。先輩はお姉様スタイルで。いや、あえて男装スタイルってのも我ながら素晴らしいコーデね。私との熱量の違い、ヤバくない？ああ、ジュリエットは今まで恋をしていたのか。この心は。ああ、ロミオ、愛してくださるなら心からそう言って。神聖なる月にかけて誓いましょう、心からの愛を。何の真似ですの？せっかくですし、このまま創立祭を見て回りませんか？精一杯エスコートさせていただきます。